こう面白い面白い、あ、楽しい楽しい、あ、大したもんだよこれ19万キロさあ、はい、俺らお送りしようか、はい、続いての車は1995年式のカプチーノです。おい、イニシャル D だね、はい、うん、これはもう大好きな車ですよ、はい、そう、僕も大好きなんですよ、はい、これイゴール紹介してくれるね、はい、これ僕ちょっと紹介します、はい、お願いしますイゴール、はい、まずオープンカーで脱着できるってことですね、はい、いろいろできます、うん、これ取れる、取れます取れます、取ってください今、あ、はい、すぐ、ちょっと皆さんで手伝ってですね、手伝って、はい、お願い、はいはい、お願いします、ね、乗る、晴れてる日だけど、ほら、カメラついちゃってるから、いいじゃん、最高だよね、で、一応この部分も、全部倒すこともできて、ね、フルオープンに、ね、はい、入ります、そっか、はい、それ大変だからね、うん、これで十分ですよね、うん、それ大変、はい、で、あと、この車にはなんか N1 コンピューターっていうものが入ってて、うん、なので車がちょっと馬力アップしてる状態 で、うん、で全然今もう手に入らないんですよ、うん、だからコンピューターだけでもう15万とかしちゃうレベルに、はい、なってます、マジか、実は距離は19万8000キロでかなり走ってる車にはなるんですけれども、まあ、カプチーノ結構あのフレームの錆腐食が多い個体が多くて19万、はい、この個体に関しては一応フレームは下回りを全部確認したんですけど腐食とかはなくてですね、うん、骨が生きてる状態だったので今回ご紹介を、まあ、でも19万キロだからね、はい、でちょっと気になるのはほらここだよね、この辺の割れ、はい、割れね、そうですね、これってさ、はい、例えば買った人が直したいっていう時どうなんですか、はい、まあ、中古品でやっぱりもう新品が出ないので中古品で入れ替えるか、まあ、あとはこういうカバーを作っている業者さんもいらっしゃるので、これ自体を業者さんにお願いして、はい、張り替えがいいか、そうですね、中古品なんかないから、はい、張り替えだよね、あとが安いかもしれないですね、張り替えだと、うん、10万ぐらい、うん、10万弱、そうだよね、うん、7、8万ぐらいで、そうそうそう、僕の86は全部張り替えて、うん、10万弱、そうだよね、うん、だからもしやったらこれね、土屋さんが紹介してくれるから、はい、あー、15万マジで取れますでもなんか、まあ、これは毎日見るもんだからさ、こういうところあれね、そうなんだよね、これやっぱりちょっとね、さすがながら走りも大事だけど、うん、この辺もね、ちょっとなんかね、綺麗にしたい、これは直したいよね、うん、これ直したいね、あとカプチーノもシートはですね、こちらが元々の純正のオリジナルなんですけど、こっちがリミテッドっていう限定車の仕様のシートに付け替わってます、はい、付け替えてるのね、はい、なるほど、はい、カプチーノも玉数が最近すごく少ないので、うん、多分これからもっともっとなんか値上がりそうな、あ、そうだそうだね、はい、車ですよね、これちょっと両手を開けていただけますか、うん、20万キロぐらい乗ってるカプチーノ乗ってるっていうのは味があっていいよね味はなんかさ、はい、もういろんなね、もう百戦錬磨でさ、うん、いろんなことしてるわけですよこいつ、まあね、うん、それを背負ってさ、うん、また生きるっていうのはなんかさ、まあね、ちょっとなんかダメージジーンズ履くみたいなそんな感じだね、はい、そうですね、19万キロだからね、うん、いろんなとこ行ってさっきとサーキットとかも走ったりされたりした車だと思うし、あ、そうだね、うん、ちっちゃいですよ、はい、こんなもんですよ、でもこれでね、それこそまあ2人じゃないですか、うん、2人だったらいいじゃん、バッグ2つ入れて、ね、なんか伊豆とかね行きますよね、はい、ドライブとかに旅行行けますね、はいはい、一泊温泉行きますよ、泊まりで行けます、いいじゃんね、いいよ、最高ですよ、もうあるだけありがたいよ車がある、ね、これね、ほらこういう車もう今ね少なくなってきてるし、そう全然ないので、正直言って多分この車ね、普通に買うと200万ぐらいするんですよね、いや新車、うん、新車、これの高級車は程度のいいやつは、うん、程度のいいやつは多分150から200万は全然します、するよね、はい、新車価格よりも高くなってますよ ね、うん、ますよね、まあ、正直ちょっと時代は感じる、はい、エンジンルームではあるんですけど、いやこれがいいよね、ちょっとエンジンかけてくれる、はい、かけます、エフロクエっていう前期型のエンジンが乗ってて、ちょっと頑丈なんですよ、うん、なので、まあ、割とちょっと馬力とか上げても全然耐えられる仕様になってます、音だね、はい、であとこのエンジンはアルトワークスとか AZ1 とかにも、うんうん、乗ってた、エンジンです、あ、そうかそうか、ちょっとアルトワークスのあれはちょっと速いやつだね、速いやつです、うん、そうそうそう、はい、あれと一緒です、うん、じゃあ早速これちょっと乗ってみたいんですけど、これじゃあ運転するのは誰だね、俺でしょ俺はもうデミツヤさんに俺でしょ、あと一つだけ、うん、注意点なんですけど、
これは、電子制御とかはオプションでついてるんですよ、うん、ABS とか。あ、そう、はい、だから多分これついてない個体だと思います。あ、なるほどね。はい、改造車買取専門店、改造車買取本舗、高価査定カスタムパーツ大歓迎、お手軽スマホ査定なら最短5分、改造車買取本舗で検索。楽しそう。どんで繋がったぞ今。言ってましたね今ね。つなぎのところ。知ってるこう感覚としてはなんか結構面白いと思うんですけどね僕は。あ、そう。はい。イゴールはなんでカプチーノ詳しいの？なんかその僕子供で日本に住んでた時に、うん、12歳ぐらいでやっと新調車に届くようになってたんですよ、うん、そこでカプチーノが家の近くにあってこれだったら絶対運転できるだろうなっていうところでブラジル行っちゃったんですよ。あ、そう。はい、それでなんか憧れの車みたいな感じになっちゃって 今時に乗ったことがなかったんですよ、うん、今回初めてなんです実は。あ、そう。はい、19万キロ乗ってる割にはエンジン元気ですよね。いや、めっちゃまともだよ。まともまとも8000もありますからね。全然まともだよこれ。全然いいじゃん。おお面白い面白い。でもまともだ、まとも。いや、なんかこうやって風に当たりながら。あー、いいね。いいです。楽しいわ。面白い、面白い。あー、楽しい、楽しい。大したもんだよ、これ19万キロ。滑ってる、滑ってる。デフがないからだよ。そうそうそう。デフがないから、内側かいちゃってる。おお面白い、めちゃくちゃ面白かったです。面白い、出ました。このボロ楽しい。楽しい。あら、エンジン切っちゃってください。これはやっぱ楽しいよ、うん、あのねターボタイマーが入ってるから。見てくれ、ね、見てくれ、ボロなんだけど、うん、ちゃんとしてる。ちゃんとしてますか。ちゃんとしてる。まとも。あのね、うん、走りをちゃんと走るから、うん、これは買ってから直す楽しみってもあるんですよ。あるある、うん、だから正直言ってこれプラスね、買った値段から僕は50万見てください、うん、ああ、うん、こういう車ってそういう車なんですよ。確かに。だからもう50万ぐらいを自分の貯金として持っていて、うん、それで楽しむそういう車だから、うん、もう何でも金スカスカってダメです。ちょっとずつこういじっていくのがいいの。そうそう、それで半年かけてね、楽しんでください、はい。さあ、はい、お値段をお伺いしようか、はい、乗り出し総額ですね、85万円になります。思ったより、はい、あの実はですね、このカプチーノが今非常に球数が少なくなってきているっていうところがまず一つとですね、あとはその先ほどお話しさせていただいたスズキの N1 コンピューター、こちらが絶版品となっておりまして、はいはい、オークションを探しても年に1回2回出てくるかどうか、そういったパーツがついているので、まあ、そういったパーツの付加価値も含めての金額、ねね、はい、85万か前にはなりますね、はい、100万円、うん、こちらも30年前ぐらいの車になるんで、うん、やっぱりそのいろんなところがちょっとずつ高くなっていってるっていう感じですね、うん、はい、程度としては物はいいよ。いい、はい、うんうん、そうですね、ちゃんと走るもん、はい、もう見た目も悪くないし、うん、はい、エンジンの吹けもすごく良かったですし、うん、乗ってて非常に楽しかったです、うん、出し回るだけだね。そうですね。85万円が、はい、プラス、ま、山田値引きは、うん、今回ですね82万円でなんとかやらせていただきました。頑張りましたね、頑張りました。いいじゃん、いいじゃん。82万ならいいんじゃない、ね、はい、うん、ちょっと言うと安くなるんですね、はい、うん、車検も来年の2月まではあるので、うん、はい、まあ、まずは乗っていただいて車検のタイミングでこう気になったところをレストアしていただいたりとかっていう楽しみで、うん、ぜひ乗っていただけたらなと思います、はい、お知らせがあります。この度アヘッドモーターサービスでは新たに一緒に戦ってくれる仲間を募集しています。
モータースポーツはじめ、まあ、チューニングもやってるじゃないですか、はい、うちら。そうですね、まあ、車両販売からさまざまな自動車事業をやる中でモータースポーツをいじった経験が普通にお客様にフィードバックされて、まあ、チューニングも含めて提案させていただいてるんですけども、うん、まあ、ぜひうちらのチームに入って一緒に働いてみませんかということで。はい、そうですね、はい、本当にね、AJRT の活動も通してですけれども、まあ、あとはね、ケリー氏の車の話という、ね、そうですね、番組にもね、たくさんいろいろと協力もさせていただいてというところで、ここでしかできない経験皆さんありますので、ぜひね、振るってご応募いただきたいところでございます、はい、そして、ブレス、お、はい、板金塗装で、おなじみのブレスも一緒に、働いていただける仲間を募集しています、まあ、今もね、塗装部も板金部もね稼働していますけれども、まあ、そうですね、はい、みんなでね、やっぱり盛り上げていきたいなというふうに我々思ってますので、はい、一緒にですね、楽しく働ける仲間募集していますので、はい、ぜひこちらをクリックしてください。特に今年はですね、チャンピオン取りますからね、皆さんチャンピオンの一員になりませんか、はい、中古車買取本舗、車買取専門店、高価査定はプロにお任せ、お手軽スマホ査定なら最短5分、中古車買取本舗で検索。車のことならアヘ、ガスタムカー中古車販売買取ならアヘッド。車の話番組 YouTube では未公開映像や特別映像を公開しています。チャンネル登録お願いします。